これから一枚、一枚の静止画から動画を作る方法を説明します。それ、単純なスライドショーではなくて、この一枚の広角で撮った静止画から、こういう風にパンする、パンする動画を撮影する方、作成する方法を説明します。それ、これあの、デジカメの動画機能で、こう自分で現場でパンして撮るより、正直綺麗です。最近のデジカメ解像度が高いですので、一枚広角レンズで写真を撮っておいて、 それを後処理でそのパンするパンする方がちょっと臨場感とかエアー感が少なくなりますけどこの解像度は高いですそ,れその方法を説明しますそれこの方法すべてフリーソフトでできますあのニコビジュアルエフェクツっていうソフトとあとバーチャルダブというフリーソフトがありますけどこの2つで可能ですそれまず最初に1枚 JPEG の動画を JPEG の静止画を用意しますこれデジカメで撮ったそのまんまの映像ですね これをまず、ニコビジュアルエフェクツで処理します。ニコビジュアルエフェクスを立ち上げて、それファイルから新規プロジェクトを開きます。それ、OK を押します。サイズはフル HD でいきます。1920×1080。フレームレートは30。あと、長さは6秒にしましょう。6秒にして OK を押します。そうすると60秒のプロジェクトが作成されました。 それ、ここでタイムラインって今表示されてるんですけど、すべて表示されてないですので、ここを押して、すべて表示されるようにします。こんな感じですねで。次に、こう、アイテムの中のフォルダー、ここを右クリックして、ファイル読み込み、イメージインプット。で、ここで先ほどのデジカメで撮った DSC4342、これを開いてください。そうすると、この中には追加されました。追加されたイメージ、これをダブルクリックすると、 タイムライン上に入ります。タイムライン上で、この矢印ボタンで展開して、マテリアルが出てきますので、これを展開してください。まず最初に行うことが、これ、アンカーポイント。これ、両方とも0にしてください。これは決め打ちです。次に、位置の設定ですけど、これ位置っていうのは、この切り出す位置ですね。それまず、こちら、Y 座標の方、これを指定します。 それ、Y 座標の方は、この大きい画像から、どこを切り出すか、その高さを指定します。それ、今回、上から、上から線0の高さ、線の高さのところを切り取りたいですので、ここに、その切り取りたい数字にマイナスをつけて、マイナス1000って入れます。マイナス1000としました。次にこちらの位置、開始位置。開始位置なんですけど、まず一番左から切り取ります。 その場合、こ,こを0って入れます。これで左の位置、これが決まりました。次に右の位置を決めます。その時は、この180フレームのところをクリックします。それでこの位置のところ、ここをダブルクリックします。それでここに数値を入力するんですけど、この数値、簡単な計算が必要です。まず、この画像の横幅、横幅が4288です。 それ動,画のな動画の幅が1920です。それで1920-4288。それを計算します。そうすると、-2308 になります。-2308。こう入力します。そうすると、左、右端が設定されました。右端と左端。これが設定されてます。 次にこれをあの、つなげます。スムーズにつなげます。まず、左端の位置を右クリックして、左端の位置をクリックですね。クリックして、それでシフトを押しながら、右は、右端をクリックします。それで右クリックして、キーフレームタイプの変更。これを押して、リニアにします。それ、リニアってのは直線っていう意味です。この二つの、二つのフレームを直線的につなげます。 これで再生しています。それ再生するとこのように、このフレームが進行するにあたって、左から右にパンします。それ逆にパンしたければ、この位置逆にしてください。それこれで大体設定が終了しましたので、ファイルで書き出し、それ連番イメージの書き出し、これを選びます。右クリックして、新規作成、フォルダを選びます。 そうそう、新しいフォルダーってできましたので、これ中に入って、それで、これまずファイルの種類、これ JPEG にしてください。JPEG にして、適当にイメージ。こういう,ふうにファイルを付けます。そうすると、この動画が連番の JPEG のファイルで180枚できます。これ処理に時間がかかりますので、しばらく待ってください。そろそろ終わりますね。出力は終わりました。 でこれでニコビジュアルエフェクスは必要ないですので閉じます。次にバーチャルダブ。バーチャルダブを開きます。それ先ほど作った新しいフォルダー2に入って、それファイルができていることを確認します。イメージ001からイメージ180、百八十ですね。この180枚の動画が、1 8枚の静止画ができました。それこれでイメージ001、この先頭の部分をバーチャルダブにドロップします。 そうすると先頭をドロップすると、この1から180までファイルが自動的に入りました。次に、このビデオメニュー。そこからフレームレート。これを選んで、Change Frame Rate to FPS。これで30と入力します。今回30で作ってますので30と入力します。次にオーディオメニュー。そこのオーディオフロムアザーファイル。これを選びます。それで、 手持ちのオーディオファイル、これを選んでください。それ、オーディオファイルなんですけど、これ、ウェブファイルじゃないとダメです。MP3 とかダメです。ウェブファイルです。で、これ、ウェブファイルを取り込みました。で、これで再生してみます。こんな感じで音楽は入ってます。最後にファイルメニューで、セー e a ズ AVI。これで保存します。保存ですで。これで終了ですね。これもちょっと時間かかりますので、しばらく待ってください。 処理が終了するとこのようにイメージ 001avi っていうファイルができました。それこれファイルの容量正直大きいです。この今回のプロジェクトでプロパティで見てみますと、1ギガですね。1ギガですので巨大です。光環境ですとこれをそのまま YouTube にアップしてもストレスないんですけど、ADSL 環境とか、あとネットが遅い環境でしたら、これあの手持ちの動画編集ソフトで圧縮してください。 それ Windows Movie Maker, AVI ですので Windows Movie Maker でも可能です。ですので、このすべてフリーソフトでできます。ニコビ,ロエニコビジュアルエフェクツを使って、それが動画を、静止画から動画を切り出して、それでバーチャルダブで切り出した静止画を動画に変換する。それでできた動画ファイルを Windows Movie Maker で圧縮する。 この3つの作業、すべてフリーソフトでできますので、ぜ、ま、ひ、あ、試してみてください。この、自分でパンするより、この1枚広角レンズで撮影したものを、この後処理でパンする方が、実際綺麗だったりします。ハイビジョン画質、ハイビジョンのテレビで見ても、こっちの方がくっきりしてます。ぜひ試してみてください。以上です。